帰ってきてお風呂入って髪乾かして一旦お仕事とか友達とかに LINE の返信しようとか思ったぐらいからね、いつも記憶がないんですよ。来てくださいね、見えない人たち。私皆さん待っておる。ね、充実してます、本当に今日は器に明日早いから寝るね、頑張れ、ありがとう。私もね、今日はちょっとだけやったら終わります。本当に15分とかしたら終わります。そう、最近、ね、配信できてないなと思って、あ、見てくださいって言おうとしたけど無理だ。これインフルエンザ黒字ですね。インフル流行ってますよね、今。めっちゃ流行ってるやん。すごい流行ってる。おっ、ぽぽいらっしゃるよね。見て、今日ガチャガチャしたんです、たまごっちの。ようやく見つけて。かわいい。やばい、めっちゃかわいい。ちゃんとこうかわいいんですよ。たまごっちみんな知ってますか？たまごっち、私この世代は知らないんだけど、分厚いたまごっちの時代の世代だったからあれだけど、アイドルでかわち、友達知り合いじゃなんだっけ、近所のお姉ちゃんたちが持ってたなって感じ。これたまごっち知ってますか？あとね、同世代はうわーって言うと思うんですけど、プロフ帳、ちっちゃい、これ書かされた人いる？クラス中に配ってた、クラス中の男女に、仲いい人とかに、こうやって日付と名前、生年、生まれ、星座、何型、性格は何々で、動物に例えるとみたいな。恥ずかしい、これ。ゲットしました、ゲットしました、個人情報の塊でもさ、交換してたんですよ。小学校の時にやっぱ1回は流行るのよね。で、流行って、そんで流行って、あら待って、ギフト全然出ない。アリスさん、ウキタンさん、ミミキさん、キミユコさん、ジョホキンさん、ハレンチさん、キミユコさん、ミミキさん、マナちゃん、アノネさん、エンチュさん、ダニさん、アマーさん、ヤコユウさん、カズタ先生さん、あ、ん、白ジオさん、なんかできてる、
ハルト先生さん、28さん、ゆうやさん、オムレスさん、ギフトありがとうございます。うん、かかすって言った。プロ不調って言って、なんで欠かせるか、なんで流行るかっていうと、例えば好きな人の生年月日とか、連想コーナー、友達の連想コーナーとかでね、かっこいいと可愛いと面白い人みたいなっていう書く欄があったり、普通にみんなのプロフィールを集めたいみたいな、でプロフ帳を見て、なんやろ、年賀状とか書いてた。超いい。うん、難しいなこれ。小さいでしょ。これはね、小さくしたサイズの、本当はこんな感じの普通の手帳で、ここが切り離せるタイプが多い。1枚ずつ裏表でね。そう、美しい。こういうミニチュア好きなんですよ、私。ミニチュア好きね。たまごっちもミニチュアですけど、ミニチュアがいい。これかわいいよね。最近ミニチュア、ガチャガチャでミニチュアがいっぱいあるからさ、いいなって感じ。豆本、あ、え、こういうのでしょ。だから私も好きです。トーイックのやつめっちゃ流行ってますよ。流行ってる、話題ですよね。今日ね、ガチャガチャしたの、トーイック豆本。あれやばい。あれさ、400円ぐらいするんですけど、確か400円、500円、400円なのかな。400円以上の価値があると思う。ありゃすごいよ、本当にすごい。トーイックはちょっとね、見つけたらちょっと本能的出来心で買ってみてください。トーイックの本があるじゃん、トーイック勉強用の。勉強用のさ、本、あれがこのサイズになってんの、この手に収まるサイズの本に凝縮しましたみたいな、ギュッて塗ったやつ。そう、単語帳をガチャガチャにしましたみたいな。けどね、精度が半端ない。今私何分しました？ 5分ぐらい、10分ぐらい。たまごっち動かない。何分しましたかね。ちょっとね、今日は早めに終わらなきゃいけないんだ。明日も朝早いからね。おお、なんだ。23時49分なんかすっごい車の音が。今日は落ち着いてはないけど充実した一日でしたので、また今度報告します。10分。ちょっと明日は明日は夜できると思うので、夜って言っても24時過ぎる気がします。24時過ぎてちょっと厳しいなって場合はまた連絡します。ちょっとご飯のところで、現在に仕事頑張って、お店みたい。ありがとう、 Thank you。 こまおー。体調は大丈夫、ちょっと腰痛いかな。
うん、じゃあランキング見ましょうかね。近々カラオケ配信もしたいと思っているのでお待ちください。明日か、まあ明後日かで、はい、それではあれです。13、48、32、ゆきたんさん、11、23、10位、まやちゃん、9位、ベルちゃん会長さん、8位、おもらいさん、7位、はるにちさん、6位、よこよしさん、5位、チャリンクさん、4位、ひみよかさん、3位、ゆうえさん、2位、あのねさん、みさが成功、1位、えんちゅさんでした。それではありがとうございました。みなさんも良い1週間を、今日月曜日だよね、良い1週間を、明日は火曜日、頑張りましょう1週間。またバイバーイ、おやすみなさーい。また TikTok とかインスタとかあげるので、いいねとかコメントしてください。コメントはいいねするので、ぜひ。それでは。